もうただの廃油っていう感じの色なんですけど、これが塗ってどうなるかっていうところですよね。つつま。はい、靴磨き職人とその妻チャンネル、今回の企画はですね、こちらキューバーズという会社の、靴磨き用の、グリースになります。こちら、アメリカのブランドでですね、後ろに見えるようなレッドウィングとかの、ワークブーツを磨く用のグリースとして販売されているみたいなんですけど、古着屋さんの方でうわこのデザインかっけえなーと思って購入してみたんですよね。一応ネットとかでですね、アメリカ人の方の、磨き動画とかいろいろ調べてたんですけど、まあなかなか手間がかかるというか、汚れの後片付けなんかも結構めんどくさそうで、結局ですね、まあインテリア的な存在になってて、まあ本来の靴磨きの目的が、全く果たせてない状況なので、この動画を機にですね、ちょっと磨き動画を上げてみようかなと思います。はい、まずはですね、ビキューバーズを使う前にレッドウィングのシューレースを外してホコリを落としていこうと思います。このシューレースですね、元の純正の黄色のシューレースではなくて、ちょっとバーガンディっぽい色と、黒を組み合わせた、シューレースに交換したんですけど、渋い大人っぽい870になっていると思うんですけど、いかがですかね。馬毛ブラシでですね、ホコリを落としておきます。このレッドウィングもそんなに入ってないんでですね、そこまで汚れとかはないんですけど、冬場とかでですね、乾燥は見受けられるので、はい、こんな感じですね、この辺りとかちょっと乾燥があったりするかな。左足がこんな感じですね。まあどちらの足も、ここの、クラックというか、ね、亀裂がちょっと入ってますね。履きじわの部分なんでですね、どうしてもしょうがないと思うんですけど、クリーナー使って汚れを落としてもいいんですけど、ヒューバーズの能力を確かめるためにあえてちょっと水拭きだけで汚れを落としておこうと思います。普段は立って靴を磨くんで、こういう風に座ってするのはなかなかやりにくいですね。ぜひ立って靴磨きしてみることをお勧めしますね。かなりやりやすいですよ、靴磨き。ピカピカではあるんですけど、キューバーズってどれぐらい生まれ変わるかですね。シューレースの跡がついた革の感じとか、やっぱレッドウィングってね、履けば履くほどかっこよくなってくるブーツかなって感じですよね。では早速、ヒューバーズの方を使っていこうと思います。ちょっと調べたんですけど、ヒューバーズを使う時はですね、湯煎で溶かした方がいいみたいなんで、お湯をとりあえず沸かしていこうと思います。なんかね、靴クリームを使うだけでこんだけ手間がかかるっていうのもね、変な感じですけどね。はい、お湯が沸き上がったので、ここに、ヒューバーズを入れていきます。はい、ちょっとお湯が少なかったかな、多分大丈夫だと思います。はい、こんな感じでかなりトロットロに、もはや液体化っていうぐらい、いい感じで湯煎ができたんで、早速、塗っていこうと思います。
で手に取るかちょっと悩んだんですけど、とりあえずこの靴磨き用の布でですねお湯を取って磨いていこうと思います。こんな感じ、もうただの灰油っていう感じの色なんですけど、これが塗ってどうなるかっていうところですよね、はい、本当に少量でもかなり伸びてくる、使いやすいですね。ただやっぱり匂いがなんか、ただの灰油っていう感じの匂いなので、ちょっと気分が悪くなる人も結構いるかもしれないですね。いい感じでしっとりはしてきてますね。結構塗りすぎなんじゃないかっていう思う方もいるかもしれないんですけど、僕の見たアメリカ人のですねヒューバーズ使ってる動画はもうありえないぐらいベッタベタに塗ってたんで、どっちが正しいんでしょうね。これオイルなんで洋服についたりとか気をつけた方がいいかもですね。完全に塗る前よりはしっとりしたのは分かるかと思いますけど、これ結構かっこいいかも。はい、じゃあ10分ほど置いたので空拭きをして残りのオイルを取っていきます。やっぱりツヤが出てる感じは全然ないんですけど、この辺りのね履きじわの部分とかが、十分に保湿がされてる感じがあってですね、ヒューバーズのシューグレースを使ってこちらのレッドウィングを磨いていきました、はい。ヒューバーズを使ってみた感想としてはですね、あくまでそのアメリカの、ワークブーツを磨く用のグリースだなという印象ですね。あまりツヤ出しの成分は入ってない感じでですね、むしろ、磨く前よりツヤの感じは落ちた印象があるんですけど、この辺りの履き地の部分なんかのしっとりした感じというのはすごい強い印象があるので、あくまで靴の寿命を長くするためのクリームかなという印象ですね。まあ一般的なドレスシューズなんかあまり向かないグリースだと思うので、ぜひこういうワークブーツなんかで試してみるのがいいクリームなのかなという印象です。こういう可愛らしいパッケージですね、部屋のインテリアなんかにも使えるし、保湿の成分はですねすごい強いクリームなので、ぜひヒューバーズ試してみてはいかがでしょうか、はい、ということで今回の動画はこれまでにします。ではさよなら。